なんで俺ら成人してんのにニートなんだよ。それな。まあ働いてるの僕だけだしね。俺お前のそういうとこ超嫌い。なんでどうしてそうなんの。いや僕も一応働いてたんだけど。ドッティやらねえよ。今日は日頃のストレスをぶちまけにここまでやってきたのに。どこにだよ。てか何すんの。えそりゃなあ歌う歌う。チョロマツお前の美声を響かせるときさ。なんで僕なの。はいチョロマツ兄さんマイク。もう仕方ないな。待たせたな、カラマツガールズ&ボーイズ。お前たちが気になってること、疑問に思ってること、全部俺たちが教えてやるよ。皆さんは、なんでリア充なんですか。幸せですか。ああ、そう、よかったですね。僕たち、松戸家むつぼは、皆さんの幸せを壊し、そして脅します。リア充全員堕落しろ。リア充全員堕落しろ。リア充全員堕落しろ。幸せですか。ぶっ殺す。リア充全員堕落しろ。リア充全員堕落しろ。リア充全員堕落しろ。幸せですか。ぶっ殺せ。ですから今すぐ家に引きこもるように。みんなの幸せは僕らの幸せ。封じるします。クリスマス、バレンタイン、お前ら何してんの。ぼっちじゃないなら。コース、ダッシュ、銃殺、釜茹で、歴史、電気、火炙り、生き埋め、虐殺、石打ち、マット、貼り付け好きなのを選んでね。はいはい、さあさあ皆さん、リア充はいなくなりました。不安とか不満何一つないでしょ。怖い怖いわ。幸せすぎて怖いわ。てかトドマツ、なんでお前モテてんの。同じ顔なのに。そういうお前も好きだぜ。アイブラウ、僕が悪いの。いや絶対おかしいよこんなの。ねえ、公式さんよ。いや公式って何。トドマツ兄さん、それネタ発言って言うんだよ。知ってる。僕が悪いっていうより兄さんたちがダメすぎるんじゃないか。どういうことだよトドマツ。はっきり言いやがれこのトドシコ全六郎。公式での僕の扱いがおかしいだけだから。僕自身は真面目だからね。うわっ、ちょ怖ってか。公式って自分で言ってるよトドマツ兄さん。そうやって自分は悪くないアピールするやつ。助けてカラマツ兄さん。そう一緒だけど、兄弟のピンチや俺のピンチ守ってやるぜトドマツ。全員堕落しろ。幸せですか。ぶっ殺せ。堕落しちゃおうぜ。 Go to the back。